こちらでございます。いや、すごいな。結構透けてます、下の部分は。サックス奏者の孫岩切雄と申します。東京中心に演奏活動をしております。今日はですね、かなりレアなものをゲットしました。それをご紹介したいと思います。それがこちらでございます。ででん、なんだかわかりますか？これはなんとリードでございます。というわけで今日ご紹介するのはこちら、真っ赤でキラキラなアルトサックス用の樹脂リード、試してみた、イエーイ。はい、ということでやばいっすよ、このスワロフスキーみたいなやつ入っちゃってるんですけどこれなんかツイッターで見かけて、あの赤好きな人ぜひみたいな感じで、あの黒沢楽器さんのアカウントかなんかで確か見かけて、僕本当に赤好きなんですよ。もうスーツケースも赤だし、携帯のケースも赤だし、あのタブレット入れてる袋も赤だし、あのいつもやってるカルテットも赤だしみたいな感じで、赤大好きで、もう本当これ買うしかなくないって思って買いました。これアルト用なんですけど、まあ、今回ちょっと、まあ、テナーとかね、バリとかもあるんですけど、ソプラノももちろんあるんですけど、まあ、とりあえずアルトでちょっと様子を見て、これ吹きやすかったらもう絶対これにしようと思って、見た目めちゃくちゃ大事なんでね、サックスにつけて吹いてみようと思いますので、赤好きな人、キラキラ好きな人、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。では行ってみましょう。はい、ということで今回購入したのがですね、こちらバリというメーカーさんのアルトサックス樹脂リードエリートというものでございます。すごいっすよね。このバリっていう会社さんは、まあ、アメリカに拠点を置いている管楽器ブランドで、リガチャーとか結構いろいろあると思うんですけど、まあ、このプラスチックリードっていうのをの、まあ、先駆者と言われてるらしいです。へーって感じなんですけど、まあ、本当にこのアメリカの、まあ、メーカーの中で、まあ、尖ってるメーカーさんっていうことでね、これ尖ってますよね、もう明らかにね。開けてみましょう。これもケースなかなかいい感じです。ほい、こんな感じで開いて、あ、動いちゃわないようにここになんかゴムがついててしっかり固定されてました。というわけでこちらでございます。いや、すごいな。結構透けてます、下の部分は。こっちはなんか半透明っていうか、なんかアンチグレアみたいな感じで、真ん中にスワロなんすかね、これ何なんだろう、入ってます。吹けんのかなこれ。あー、まあ、ちょっとなんかプラスチック感が半端じゃないっていうか、他の樹脂リードって結構裏面なんかサラサラしてたりするんですけども、これめちゃめちゃプラスチックですね。傷めちゃめちゃついてるし、吹いてみようと思います。本当に音がどうかっていうのが大事ですからね。アルトサックスのスタジオデラックス5番でとりあえず吹いてみようと思います。今回買ったのがミディアムです。まあ、他にもミディアムソフトとかミディアムハードとかいろいろあったので選べるんですけど、まずはミディアムです。あのリガチャーをつけるとこのスワロがですね、ちょっと見えるっていう、こんな感じでチラッと見えます。じゃあ吹いてみます。全然悪くないんですけど、え？ちょっとちゃんと吹いてみます。結構いい感じなんですけど、なんか今気づいたんですけど、ちょっとこれ長いですね。下をこれ揃えると、下揃ってるんですけど上がちょっと長いです。真っ赤から結構はみ出てるなって感じだったんですけど、見た目だけだろうってちょっと高くくってたんですけど、はい、そうしましたらちょっと比較をちゃんとしたいと思います。とりあえずラバーの真っ赤でこの赤いやつで、あとは樹脂リードで僕的に結構性能が高いと思っているこのベンの2番、このちょっと前に出したカーボンのリードですね。これもちょっとせっかくなんで比較してみようかなと思います。ちょっと全部ジャズ用って感じですけど、とりあえずラバーであの音出し比較してみようと思います。行ってみましょう。
はい、いかがでしたでしょうか。すーん。まあ、足は拭きやすいですね。足は拭きやすいし、倍音も豊かだし、っていうのは間違いないんですけど、でも悪くなかったです、正直。こんな尖った見た目で。ただ、改めて思ったのは、この弁はかなり拭きやすいってことですね。これ本当によくできてて、足のリードにかなり近いんじゃないかなと思います。まあ、これはこれでまあ悪くないんですけどね。ただまあちょっとキンキンするかなっていうところで、これ意外と悪くなかったですね。というのが分かりました。ではでは、ちょっと今回、まあ僕なりの本命なんですけど、メタル用のマッピー模索の旅まだやってます。はい。旅の途中でメタル増えちゃったんでね、大変なんですけどね。ヘッドクラムちゃんでいろいろ試してみようかなと思います。横からこの赤ラインが見えちゃってて、はい、どうですかこれ。赤金いいなこれ。あー、かっこいい。やっぱ見た目大事っすねこれ。ないんですけど、ミディアムソフトとかだともうちょっと気持ちよくなるんじゃないかっていう気がしてますね。ちょっと他のリードも試してみようかな。ちょっと弁吹いてみます。弁も悪くはないですけど、そんなに良くもない。ファイバーリードいってますか、 M。 意外とファイバーリードがめちゃめちゃいいっすね。面白い。これもこれで見た目ちょっとやばいですけど、ちょっとで各種音出ししてみようと思います。樹脂もやるし、ちょっと足も吹いてみます。いってみましょう。
い、ということでいかがでしたでしょうか。ですね、メタルに関しては、まあそんなに変わんないかなっていう感じはしました。足も正直僕的にはあんまりそんなにしっくりはきてなくて、まあベンは結構やっぱなんかいい音してるな、明るい音したなと思ったんですけどね、ちょっと2番だと軽いのかなっていう感じもあったんですけど、うん、ただまあ見た目はね、やっぱ赤金がいいっすよね。これ頑張って使っちゃおうかな、なんかあんま変わんないんだったらってぐらいには見た目がかっこいいんでね、見た目で決めていいのかって話なんですけどね、やっぱでもテンションが上がる装備って大事だと思うんですよ、洋服とかと一緒で、っていうことでいいですかで、こちらですね、お値段が、まあ、それなりですね、4125円でございます。在庫もなんか大量にあるのかちょっとわからないっていうのもありますし、まあ、他にもソプラノとかね、バリトン、テナーもあるっていうことなんで、まあ、興味ある方はぜひ見てみてください。番手をね、僕今回 M しか選んでないんで、だいたいその M の感覚としては、まあ、バンドでの2半とかよりちょっと硬いかなぐらいの感じですかね、3と2半の間ぐらいの感じなんで、まあ、でも M っていう表記は非常に正確だなと思ったんで、ちょうどいい感じがしました。なのでまあぜひ試してみてください。そしてちょっと余談なんですけど、実はこの間すごくいいものをいただいてしまって、見てくださいこれ、かっこよくないですかこれ。これあのサックスの切り絵みたいになってて、めちゃめちゃかっこいいんですけど、量 M 8分音符みたいになってて、これはあの僕の生徒さんからいただいたんですけど、これ自分でやってくれたらしいんですよね。お、めっちゃ嬉しいと、僕のあの背景がちょっと寂しいからって言ってくれたんでちょっとこっちの方にね、あ、めちゃめちゃいいじゃん、かけようと思います。すごいな、こっち僕がなんか Amazon かなんかで買ったんですけども、何書いてあるか分かんないな、明かりがないとね。これ分かりやす、これちょっと早速次回から飾りたいと思うんで、あのこれ自体はあの普通に売ってるらしいんで、ちょっと興味ある方は調べてみてください。ということで、あとですね、ごめんなさい、告知なんですけど、12月にライブがあります。イエイ。12月の23日ですね、目白にあるマーク6というライブハウスで今やっているピアノとサックスのデュオの、まあ、今年最後のライブになります。来年はもうやるか分かりませんからね、最後のチャンスかもしれないとか言ってまあ来年も活動はねしていきたいと思ってるんですけど、ライブコンスタントにできるかはちょっと分からないので、あの興味ある方はぜひ見に来てください。今回ゲストで総四重奏っていうサックス四重奏と、あとはボーカルで中島由美さんっていう方をお呼びしてやりますので、ご覧いただけたらと思います。配信も用意してますからね、概要欄にあの細かいこと書いてあるので、ぜひ遊びに来てください。というわけで今日の動画はこの辺にしたいと思います。今後もこういった動画作っていきたいなと思いますので、リクエストありましたらコメント欄で教えてください。 Twitter やブログもやっておりますので、概要欄から遊びに来てください。というわけで今日の動画はここまでになります。もしよかったと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。